アポテです。はい、ということで、皆様、新年、明けまして、だから、なんだろう。おめでとうございます。まあね、12月末で、2023年が、もう終わりました。だからまあ、12月末が終わったってことは、次の年に、まあ、変わるわけなんですけども、そうですね、なんか12月末の2023年12月31日、まあ、大晦日と言われる、あの、日が終わったということは、まあ、もうその、今はもうその、なんて言うんですか、皆さん気づいてるかわかんないんですけど、2024年になったということになるんですね。うん、2023年が終わった。じゃあ次は2024年だよねって話。これに気づけるかどうかでちょっと変わってくるよ、本当に。で、まあね、まあ、新年のご挨拶みたいなものをね、今しようかなと。お久しぶりです。はい、長尺動画ね、あんま出してないんですけど、最近は。まあ、新年の挨拶ぐらいは、長尺の横動画で出して。まあ、100回再生いったら、万歳します。万歳します。はい。100回過ぎていったら万歳します。はい。ということで、まあ見てほしいんですけども、まあ新年の挨拶といったらもう、あれじゃない？今年の目標とかね、抱負みたいのを言ってくのが、あれ？そのあれ？通常？だよね？うん。だからまあ通常通り、なんか言ってこうかな。まあ2023年振り返ったりもした方がいいのかな？振り返り動画とか言ってないから。だから2023年ですね。まあ結構この踊るポテチャンネル、特に前半かな？ 2023 年の前半に、まあグビグビグビと、グビグビグビと伸びた気がします。4月とかすごい伸びてたかな。それでね、結構登録者とか、まあ、なんか知名度的な部分も、なんか、こう、なんていうんですか、知名度と登録者がこう、はい、まあいい感じだったんですけど、まあ中盤ぐらいから、まあまあ調子出なくなっちゃって、うん、まあいろいろ頑張ったんですけど、まああんま調子出なくなっちゃって、まあ、今なんてやばいんですけど、みんな飽きちゃった。みんな飽きちゃった。ポテに。いや、面白いと思うんだけどね。全然ポテのショート面白いと思うんだけど、飽きちゃった。うん、飽きちゃったのかな、みんな。なんか伸びもね、悪くなってきましたね。月1ですっごい伸びる動画もあったんですけど、最初の方は。月1、月2じゃ伸びない。伸びない。伸びないし。まあ、たまになんか伸びる動画ボーンってあると思いきや、またこう下がるみたいなね。ちょっと今、調子悪いですね。はい。まあ、なので、まあ、僕なりにちょっと、まあ、作戦というか戦略というか、まあ、抱負というか、目標というか、一個ね、立てました。これができたら、ちょっと今の状況挽回できるんじゃないのって、2023年できてなかったことだったんですけど、まあ、これができてたら、もうちょっとうまくいってたんじゃないかなって思うので、まあ、とりあえずね、目標というか、抱負というか、はい、発表します。はい。2024年の目標は、賞味期限切れのカップ麺は捨てる！よろしくお願いします。ね、賞味期限のカップ麺は捨てましょう。もう2024年はそうしよう。うん、2023年はね、賞味期限切れのカップ麺ごとき、食べてました。お金もないしね。別に食えるやん、多分。多分食えるやん。賞味期限切れのカップ麺って。多分。なんか2、3年切れたらちょっと俺も考えるわ。ああ、2、3年かーって。思いを巡らせるわ、それは。今までの2、3年を、思い返すけど。まあ、ね、1年以内だったら、別に、いけるんちゃう？っていう感じで食ってたんで、ちょっと2024年は賞味期限切れてたら捨てます。これも2024年のポテは違うぞっていう。もうそんななんか違うぞっていう感じですかね。まあまあ、そういうのは一旦置いといてね。一旦そういう冗談みたいなの置いといて、まあガチのね、抱負みたいのを言いますと、まあこれはちょっとなんていうんですか、まあ目標とは言いつつ、この、
達成できたらいいなというか、ちょっとも夢達成できたら嬉しいぐらいな感じの、まあ、抱負目標になっちゃうんですけど、なんていうんですか、そのだから、まあ、正直2024年が終わった時も達成できましたって報告できることかはちょっとわからない、難しいことではあるんですけど、ちょっとガチな、報告というか、報告じゃないね、抱負か、抱負、目標を言うと、うんちは漏らさない、これですね。これはまあ本当にガチで、うん、さっきのはちょっとふざけたんですけど、うんちはやっぱ漏らさないで2024年を、終えて2025年を迎えられたらなと思います。だからなんだろう、やっぱりうんちを漏らすっていうのはやっぱりなんて言うんだろう、なかなか良くないことではやっぱあるとは思いますし、もちろんね、まあ、そんな簡単なことではないんですけども、うんちを漏らさないことでやっぱり人としてもっともっと、いい人間になっていけたらなっていうのはすごい、思いました。やっぱりそのうんちを漏らすことで、自分だけがね、うん、自分だけが迷惑というか自分だけが被害を受けるとかだったら全然いいんですけども、やっぱりうんちを漏らすことでいろんな方に迷惑かけることもあると思いますし、まあ、僕がねちょっと人よりもお腹が緩いっていうのも あってうんちを漏らしやすい環境にはいるんですけど、まあそれはもう隣の芝は青いと言いますか、ないものねだりしてもしょうがないので、僕なりに努力してうんちが漏れない うんちが漏れないすいませんすいませんうん、すいません、都心できたらなと本気で思っております。なのでね、まあストッパーを常備しております。よろしくお願いします。なんか何も知らない人にはただのネタって思われてるんですけど、2023年は友達の家で1回漏れてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで少しね真面目な動画になってしまいましたが、皆様2024年も、頑張りますので、気持ちを入れ替えて皆様を笑顔にできればなと思っております。2024年、2025年もいっちゃおうか、うん、5年もよろしくお願いします。